か。おい、来るなー、俺だー、俺これは誰か死んで、はいはい、あ、死んで、大先生、先生、大先生、まあじゃない、まさかの。うわー、はいはい、チードさんがやられてました。え、悔しみあったんだけどな。あれどうします。うん、いやまあどうでしょうね。これはでも我々だのこと嫌いな人が人類本当だ。そうだこれ。そうですね。アウトしたのか。ラタさん、うち嫌い。え？なんすね。次行きます。はい。大好きだよ。いやそれはちょっと嫌だな。おい。これはそれでね。なんでだよ。よし、キャリアでは頑張ろう。よし。いや、なんか安心する。インポスターは正直やりたくないからな。まあでも、まあ、やったらやって楽しいんですけどね。これはあれ、今停電中。まあ大丈夫か。ナイスー。ここでいいのか。ん？なんかやんの？停電中。オッケー。誰？アロハさんやれた。笑ってました今。誰だ今の？誰？誰？え、俺誰ってどういうことですか？一人だけど。いや、僕固まってなかった。あ、固まって、や固まってて。ちょっと待って、今。違うんですよ。で、歩いてたんですけど、目の前に出てきました、死体が。いや、俺もう暗くて。また集団切るやん。またじゃん。レポート出たんで、とりあえず押したんですけど。うん。あ、なるほど。あれ、目の前に。誰が固まってピクトさんいませんでした、今。え、絶対いない。あ、嘘ついてますね、ヨヨさん。あれ？いや、今、ピクトさんいませんでした。え、だって俺集団にいなかったっすもん、俺。これ二人でうちどっちかっすね。え、逆にその塊には誰がいたんですか。まあまあ、塊俺見てないんすよ。ちなみに、まあ停電した時は、ボイル、あ、O2 かな？ O2 で、ラッターさんとキックンを見て、いたいた、一緒にいた。そう、はいはい、で、停電直そうと思って、O2 から上に上がるところ、上に上がるところ、うん、いやでもウォー2からエレクトリカルに行くところで、そうですね、通路はそうですね、そこで俺を見たってことですか。最後見たと思うんですけど、でも俺カズさんとコミュニケーションのなんか近くの外のなんかあのあるじゃないですか、電波の、はいはい、ですかね、あれあそこに僕いたんですよ。一回出会ってるはずなんですよ。で多分カズさんはタスクしてたんで、もしかしたら見えてない可能性もあるんですけど。ああ、でも結構序盤よねそれ。あ、そうですね、停電中だからほとんど見えなかったんだよ。うん、そうなんすよ。まあでもこれもう完全に僕からしたらヨヨさんに嘘つかれてるんで。はいはいはい。なんなら二人もじゃあローラーでやってもらっても。そうっすね。これだったら俺的にはヨヨかなって感じです、ね。いや、あのマジ一瞬だったんですよ。でそこにいたのが紫なのかピンクなのか。っていうところの色合いの そう、それ単純に自分っすよ。それなんで俺もしかしてヨッピーさんの頭を見間違えたのか。あ、ごめんなさい。いや、トモさん、トモさん、これどっちからいきますか。これはエオエオアウト。いや、これマジで俺じゃないんですけど、でも僕もエオエオさんじゃないと思うんですけど。なんでその怪しいかなと思いますけどね。あ、時間なんで。俺とりあえずレポートないからね。あの早く押さなきゃと思って。嘘。え、山さん、これは行っちゃおうかな。入れましたよ。え、早くないですか。なんなら僕ずっと次行ってもいいんで、じゃあ。まあ。なんかついてもらってもいいんで。わあ、そうなっちゃうか。エオエオさん、エオエオさんごめんね。いやー、ちょっとパッション足りなかったっす。あ、こんなになるんだ。ポトンで。ポトン。ポトン。かわいそう。
ライトか、初手ライトね、やばいな。この銃だと押せないんだっけ、リアクターじゃなければ押せんじゃない。あ、おい、はい、おいおいおい、はい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 、ピクトさんもう釣っちゃっていいんじゃないですか、はい、ですか、そんなハクサクいきますね。マジっすか、マジっすか、あんまりこの状況で人狼候補を一人でも、そうすればどちらかには絶対いますもんね。確かに、ね、まあまあそうですね。そう、エオエオ釣ったからにはと思いますけどね、僕は。さっきのこともあるし。そう、一応人狼が一人になれば。まあじゃあ別にいい。カズさんもヨッピーさんももう入れました。早っ。もうごめんね。早っ。いや、バレバレ早くないよ。即決だ。一応じゃあ。マジっすか。しょうがないですよ、別に。なんかすげえ。これ本当にあれ、大先生なんかちょっと。いや、なんか抵抗してますね、なんか。いや、勢いが速くないですか、いいですか、本当にこれ。まあしょうがないですね。いやでもさすがに、まあ、2人のうち1人、まあ、そうっすね、いるでしょ、まあまあまあ、2人でこれでゲームさんやった以上ピクトさんやるしかないっすね、確かに。そう、最悪6人とかなったら結構やばいんで。なんで、あれ、なんで、あ、うち先生、あれ、え、なんで、あれ、先生、あれ、ちょっと余ってたんで。あ、なるほど、なるほど、余ってたんだ。誰だ。さあ、この決断が吉と出るか凶と出るかですね。まあライトはすかさずやってくる。いや、ここね、やっぱりだいぶね、やっぱインポスターは有利だと思いますね。ナイスです。名越に来たのがエオエオトモさん、カズさん、エオトモカズ。まあ分かんないからね、これはちょっとタスクは終わんねえだろうな。ちょっとバイタルは、まあ、チェックしたいんですけど、僕もポン使っちゃったのでチェックして分かったところで何もしようがないという。ライト来るね。僕は直しましょう。はい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 、ナイス、あー早い、うわー早い、うわー早い、よくやった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 、早いなこれは。ごめんなさい、はもうね、絶対ねやってくると思ったのよ、最初に俺のこと。まあラッタさん嫌いらしいし。いや、ちょっと俺の見間違い感がやばかったっす。そうだね、ありがとうございます。エオエオ前もう色も何も合ってないやん。いやー、しょうがないんじゃないかな。いや、あのライト消えてた状態でチラッと見えた人がそれっぽいなっていう感じだったんだよね。あ、まあね、ちょっとローラーどうだろうな、早かったのかな。まあ、いや、ローラー完成はね、でもありがたかったです、正直、はい、そうでしょうね。もう絶対やろうって思いました。で、僕このあと何もなかったらちょっとあそこで強行だった FB さん怪しくないですかみたいな流れにしようかなみたいな。そ、はいはい、うなってた。うん、いや、ごちそうさまです。さすがに ね、身内疑いしちゃった時点で終わりですね。そうだね、あ、身内ね。さっきやったのどっち。さっきチーノっすね。はい、チーノさん俺見えてました。僕はエオさん見えてましたね。だから見逃して俺を やりに来たんでしょ、あの時。はい。いや、てかもうずっと最初からラッターさん最初に殺そうって決めてました。だろうな。我々に囲まれた時点でこいつらって思った。いや、僕はやったんですよ、一応言いますけど。いや、でも確かにラッターさん白の時ちょっと議論持ってくの強いんで、最初に消したい感はありましたね。そうそうそう、まあ、わかります。なるほど。で、まあ、でも、まあまあ、今回は運勝ちっすね、まあ、マジで。エオさんが見間違えてくれてなかったら、うん、あれ、チーノが、まだわからなかったね、チーノもいましたし、僕もいたんで、現場に。はいはい、でもオレンジ見えたっけな。いや、全然、いや、わかんないだろうね、やっぱね、停電中ですからね。そう、停電中はね、だいぶやっぱ強いよね。いや、あれは弱い、がうまかったっすね。大先生が集団で追ってて、お前見えてるように言うなってめっちゃ思った。いや、だから俺その後ね、一言も喋んなかった。やべえ、めっちゃ黙ってるな。皆様、MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。
MSS プロジェクトは YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録のお願いいたします。リンクの方はこちらとか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 、あとは下の概要欄にもですね、リンクの方貼っていると思いますので、ぜひご登録の方お願いいたします。ありがとうございます。